きげんよう。調子はどうだ？いいよ、執行官、順調だ。ただ皆を代表して言わせてもらうよ。俺たちが切ってきたこの木材はどうするんだい？ずいぶん溜まってきたな。問題はまだ大きなものを建てる予定がないってことだ。つまり仕事がなくなるってことかい？どうすればいいんだ？心配ない、仕事は十分ある。木材を売るんだ。それに今後の拡張のために森をもっと開拓しないとだしな。商人と話をしてくれ。木材を運んで売る手はずを整えてくれる。あんたにその許可を与えるよ。ありがとう、その通りにするよ。